それでは今回は全員の髪型を様々なキャラクターの髪型と入れ替えて検証していきます。前回の動画では炭治郎の髪型をいろいろな髪型へと変えて検証していきました。こちらの動画をまだご覧になっていない方は上のリンクからぜひご覧ください。そして今回も髪の毛のない状態のつるっぱげの善逸のデータを作成。このつるっぱげになった善逸の顔データをもとに検証していきますよ。せっかくだから光沢を出しておきます。そして次に各キャラクターの髪の毛のデータを作成。この作成した髪の毛のカツラデータとつるっぱげになった善逸のデータを組み合わせて検証していくぞ。さあ今回は一体善逸がどのように変化するのか。それでは検証スタート。エントリーナンバーワン、かまど炭治郎。あれ？これ炭治郎のコスプレした電柱じゃねえか。でもこれ長男の顔じゃねえぞ。三男くらいかな。でもなかなか似合ってじゃねえか。それじゃ次行ってみよう。エントリーナンバー2、かまどねずこ。うわー、なんということでしょう。ねずこちゃんが台無しになってるではありませんか。ねずこちゃんみたいに竹をつけてみるよ。エントリーナンバー3、ハシビライノスケ。ちょっと頭脳神というより虚弱体質って感じかな。貧弱でもまあ似合ってんじゃないかな。ちょっと行ってみよう。エントリーナンバー4、ツユリカナオ。あれ？意外とジェンスカナオちゃんのセンスがあるんじゃないか。遠目で見たら女の子にも見えなくもない。でもこれジェンスが女装して鏡見て絶望してるような顔してんじゃねえか。ちょぎってみるぞ。エントリーナンバー5、チョミヨカキユ。おや、これ前日の眉毛がなかったらなかなかいけてんじゃね。あの眉毛が邪魔だな。ちょぎ。エントリーナンバー6、校長しのぶ。これもすんげえ眉毛が気になるな。完全にカツラをかぶったジェンツだな。行ってみよう。エントリーナンバー7、校長かなえ。ねずこちゃんの時の髪型もそうだったけど、前日は黒髪ロングは似合わないな。次。エントリーナンバー8、キム超人ブーザー。急に弱そうな善逸になったな。でもこれはこれで飽きてねえか。
様を意識したけどなりきれてない感満載だな。ちょいってみよう。エントリーナンバー9、シナズガワサネミ。意外と似合ってんじゃねえか。眉毛が白色だと違和感がないのかな。白髪の前室も新鮮だね。それじゃ次行ってみよう。エントリーナンバー10、カンロジミツーリー。おやおや、もっと女装っぽくなるかと思ったけど、思ったより似合ってんじゃねえか。前日、素質あるよ。次行ってみよう。エントリーナンバー11、イグロオーバーナイ。お、意外と似合ってんじゃねえか。こういうキャラクターどこかにいそうだな。それじゃ次。エントリーナンバー12、ウズイテンゲン。お、これはかわいいじゃねえか。味気はないけどなんか僕ちゃって感じで似合ってるよ。それじゃあ次行ってみよう。エントリーナンバー30、煉獄杏寿郎。圧倒的マリアージュ。マリアージュ、やっとこの眉毛に違和感のない髪の毛に出会えたよ。煉獄さんが気が弱いとこんな感じなのかな。それじゃあ行ってみよう。エントリーナンバー14、タキタオムイチロ。お、眉毛の色以外わかんねえな。ムイチロくんの雰囲気にもよく似てんじゃねえか。こういう髪型だとロングでも似合うんだな。次。エントリーナンバー15、ジメジマギョーメイ。こういう前室もありなんじゃねえか。意外と似合ってるぞ。髪を黒くしてイメチェンを図った前室って感じだな。続いてみるぞ。エントリーナンバー16、マコモ。うわぁ、恐ろしく似合ってない。髪型の違いで人って大きく変わるんだね。次行ってみよう。エントリーナンバー17、サビート。眉毛が髪と同じ色なら似合ってんじゃねえか。前室は眉毛の色の主張が強すぎるよ。ちょっと行ってみよう。エントリーナンバー18、ウロコダキサコンジ。残念、今回はここまで。前日の大変身はいかがだったでしょうか。
あなたはどの善逸が好きでしたか？どの善逸が似合っていたか、ぜひコメント欄で教えてください。今後もこのシリーズをキャラクターを変えてどんどんやっていく予定です。他のキャラクターの大変身が見たい方はチャンネル登録をしてお待ちください。